ソケット754はアドバンストマイクロデバイセズがアスロン XP プラットフォームの後継として開発した CPU ソケットである。ソケット754は AMD64 をサポートした最初のソケットである。ソケット754は AMD のアスロン64デスクトッププロセッサ専用のソケットであった。その後、 新しいソケットレイアウトのソケット939やソケット AM2 が導入されたことでソケット754はアスロン64やセンプランプロセッサを使用するための低価格向けソケットとなったソケット754はソケット939と比較するといくつかの違いがある AMD はソケット754を デスクトップ向けの低価格プラットフォームとして宣伝し、ミッドレンジ、ハイエンドユーザーに、ソケット939を使用することを推奨したが、ソケット754はモバイル向けの、ハイエンドソリューションとして使用された。HP-ZV6000 シリーズを除いて、ソケット939用のアスロン64プロセッサが、モバイル向けとして発売されていなかったためである。最近では、 デュアルコアプロセッサと DDR にスタラムをサポートすることでソケット S1 がモバイル向けのソケット754を置き換える予定である。ソケット754を使用した最初のプロセッサは2003年の前半に市場に投入された。ソケット754はデスクトップ向けのソケット AM2 が2006年5月23日に投入され、 モバイル向けのソケット S1 が投入されたことで、徐々に収束した。ありがとうございます。